ジングルベルの楽譜、ジングルベルは、クリスマスの時期に、世界中で歌われている、クリスマスソング代表作の一つ。ジェームズ・ロード・ピア・ポントの碑文1857年に、ジョン・モールガンのおじで牧師のジェームズ・ロード・ピア・ポントが、作詞作曲した歌で、ボストンにある自分の教会の感謝祭のお祝いで、歌うために作った。最初に付けられた歌の名前は、 ワンホース、オープンスレーであった。大変好評であったため、クリスマスでも歌われ、その後アメリカ中に広まっていき、タイトルもジングルベルに変わった。歌詞の中には、宗教的な語句やクリスマスに対する言及がなく、若者たちが冬にソリで競争する様子を歌った歌で、ある。4番まであるが、1番とコーラス部分だけが広く、歌われている。 2007年11月28日にジングルベル作曲150年を記念して松崎茂ら複数アーティストがカバーしたジングルベルを収録したアルバムジングルオールザウェイが発売された。日本では1941年に藤浦幸の役詞で青空イケバが最初のジングルベルの日本語カバーとされているが戦時下に発表されたので内容は クリスマスとはほど遠いものとなっている。第二次世界大戦後は、宮沢昭治の役史、小野聖典の役史、高田393の役史、堀内慶造の役史、音羽隆の役史、小林純一の役史、久野静雄の役史、藤村暇夫の役史、新井沢敏彦の役史、安座愛子の役史など、複数の歌詞が発表されている。 1953年には、エリチエミ、ミソラヒバリ、ユキムライズミのいわゆる3人娘がそれぞれジングルベルをレコード化し、同年だけで各シングルの売り上げはいずれも3から4万枚に達した。ジングルオールザウェイ参加歌手、ジングルオールザウェイは様々な歌手が歌ったジングルベルを収録したコンピレーションアルバム。2007年11月28日発売。 以下、参加歌手。内話、曲名。アニメゲーム、子供向け番組関連のもの一番は、雪の中をソリで走り行く楽しさを歌っている。二番では女の子を誘って、二人で乗っていたが、雪の塊に突っ込み、ソリをひっくり返してしまう。三番では、数日前にソリをひっくり返してしまい、近くをソリで通りかかった人に笑われてしまったことを、本人が語っている。 4番では、再び女の子を誘い、友達とスピードを競い合い、賭けに興じている。ひな祭りの歌、嬉しいひな祭りと同じように、無数の替え歌が作られており、次のように初めの歌詞を作り変えているものが有名である。この後にも、銃をモチーフにした替え歌が続く。他には、アメリカのスーパーヒーローを歌詞に歌い込んだものが、アメリカの小学生の間で受け継がれている。 このバージョンは1960年代半ばから知られるようになった。歌詞中のロビンは鳥の名前とキャラクターの名前を引っ掛けてある。このバージョンはテレビ番組で歌われることがあり、アメリカで1992年に放送されたバットマンのメリークリスマスジョーカー。ではジョーカーが歌い、ザ・シンプソンズのシンプソン家のクリスマスという回ではバート・シンプソンが歌った。 映画、プリズナーズの劇中でも歌われる。また、このバージョンから、さらに派生したバージョンも存在する。飼い歌とは少し違うものの、デンマークの音楽家、カール・ワイズマンとドン・チャールズが、1955年に、犬の鳴き声のテープを使って、ジングルベルの歌を作り上げたものも、有名になっている。アメリカでは1972年に、 ビルボード誌のクリスマスチャートで1位を獲得した。日本では1972年に RCA レコードからワンちゃんのジングルベルワンワン合唱団 SS-2222 として発売され、その年だけで5万枚を売り上げた。ABCDEFG ジングルベルの歌詞が知りたい。歌詞の違いがあるのはなぜか、レファレンス共同データベース。 2017年11月22日11時47分、更新。前年の9番が売れるクリスマスレコード、読売新聞1954年11月5日付勇敢、2面。大館山に行ってきました。パワーストーンワークス。2015年11月9日。下ドエル、ウィリアム・イメット。ザ・ポピュラー・ソング・リーダー。エーサンプラー・オブ・ウェル、ノウン・トゥエンティース・センチュリー。 ソングズサイコロジープレスピアニッシモ二百二十四グローニングマットザ・シンプソンズシーズン1 d v d コメンタリーフォーザエピソードシンプソンズロースティングオン・アン・オープンファイアトゥエンティースセンチュリーフォックスブロナーサイモン・ジェイアメリカン・チルドレンズ・フォークロア、オーガスト・ハウスピアニッシモ百五 本物使った衣食レコードカエルが歌う、読売新聞1973年3月7日付夕刊、9面。ありがとうございます。